ビビらなくなって。お花のかさぶたがね、取れちゃったね、またね。ブシュブシュすると気になって花また触りますからね。うん。まあ中は相当ポカポカなはずです。ミッキー。ミッキー。ミキちゃん。次はゆきちゃんのポカポカマットをポカポカにしたいと思います。14時30分過ぎちゃいました。昨日に引き続き、ちょっとママさんに甘えて髪を長く取らせてもらいました。ママさん、家具の組み立てもしたりして、ヤギの餌取り行ってます。さて、ちょっと外の様子撮ってから夕ご飯の準備しようと思います。猫は割ってゆっくりしてから人になりますね。耳が怒ってね、プン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 言ってます。ノローシャン、ワローシャン、はい、ようちゅん、あのお前やんな、あら、はい、編集の方何の手もつけないまま、3時になっちゃいました。とりあえず、先にちょっと上げてからですね、編集をしたいと思います。上げるというか、まあ、これだけですね。ドライフードの方だけ、上げて、それからですね、下も16皿一応あげようと思います。このお腹が空いてる時にグルメの方々が皆さん食べてくれると非常に助かるんですけど、これ結構食べてくれるんで、
かが朽ちてきちゃうとなかなか食べないので、ね、よいしょよしよしこれ、うん、食べる。食べる少し出てもいいよ。はいどうぞ。はいどうぞ。出てる。はい、じゃあちょっとですね、頑張ってちょっと編集の方まず1本目のからやろうと思います。はい入ってでー、あれもういないか、はいでー、早く早く入って。あれお母さん、はい第2陣ですね。4時20分君がなんか食欲ですね。平和に食べてますね。あー痛い痛い、ごめんごめん、誰誰じゃ、ごめんね、ごめんごめん、ちょっとね、はい、夕方の殿さぐみですね。夕方のさぐみなんですけど、さっき食べてんだよな。いいんですけどね、まあ、ガクちゃんたちも食べていいご飯なので別にいいんですけど、食べるなら特別食入れなくてもなんかもういいかな。はい食べちゃう、はい食べて、はい、こちらこの上で揚げたじゃん、はい食べちゃう、はい食べて、あごちゃんごちゃん、はいはい、お待たせで、ま、た最後はね、ご飯ご飯、はい、ご飯ご飯ご飯来ました来ました、おしながら、はい、よいしょっと、ロコちゃんを連れてくる、はい、ごめんごめん、ロコちゃん、よいしょ、ロコちゃん、ね、ね、ご飯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 、お腹ついた、ご飯、ご飯食えちゃう、二つのご飯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 、はいご飯、はいどうぞ、よし、ご飯、集めてあげるか、ガクちゃん、ガクちゃんの体型、ガク、ゴマちゃん一気に大きくなりましたね。ガクちゃんとそんな変わんないな、もう食べてるもんな。
行く時には2キロになってるかもですね。最近体重測ってないんです。で、ここで食べてるのはこれニコちゃんですね。ニコちゃん、ニコちゃんも元気です。よかったです。かしこまりましたね。てんちゃんはさっきカリカリをたくさん食べてくれてましたので大丈夫です。お殿様は一人で寝るという状態、こんな感じです。よし、あとはあのチビさんだね、セナちゃんとあげて終わりですね。もうちくたびれて寝ちゃったね。はい、どうぞどうぞ。うん、ないので、まあ去勢手術をするときに検査もしてもらおうと、キャリアであっても、まあご飯さえもらって喧嘩さえしなければ、発症することはないです。まあ食欲のある子なので、薬も。お家の入るためにはあとフロントラインしなきゃいけないんですけど、ちょっと雨が続いてるんでできなくて、よし